末延びチャンネル始まるよ。ちょうどいいんだな、程よく紅葉みたいな。綺麗。はい、お土産がぽいな。山笠みたいな。うまい棒とかあるよ。うまい棒。もうこっから白川郷の入り口みたいな。あ、見て見て、本当だ。お土産物よ。あ、どこでもありがちなやつだ。飛騨牛だらけじゃ。なんなんかな、サルポポイムがなんか人気なんだ。東通り、西通り。すごくないね。何あれ。なんかね、一休さんが出そう。一休さんのお寺みたいじゃない。あ、書いてあったここも。妙禅寺よ。妙禅寺。え、御朱印帳とかいるやつ？また持ってきてないけど。いや、から妙禅寺じゃ、でも寺じゃろ。あ、寺か。また車の中。ここが妙禅寺よな、妙禅寺本堂、あそこに本当だ。すごいよな、このかやぶきが。すごい。あそこで行き止まりっぽくね。言ってもこのここをくぐれるっていうだけなのかな。プリンの家。なんかめっちゃこの画像をこうやって見たら綺麗じゃない？綺麗。アップル。あっち。アップルすごいね。はい、うん、ギャラクシーなんかすごい汚いんだけど。あ、ここじゃない、妙禅寺の入れるって言ったんはな。博物館みたいな。クリ。のところ入ってみたいな。民家の方が面白そうなんやな、あれじゃない、あの放水銃の小屋。放水銃の小屋、あの火事の時に。あの音とか住んでるよね。住んどるし、なんかここ怪物新しくしょる。あそこも人もいいよ、教察がある。本当。コストも、へえ。
苔が生えた屋根で、いつやり替えるんだろう。何年でやり替えるんかな、うん、5年10年とかかな。すぐあるもんだって子供の、うん、あれやり替えよるじゃん新しい。あ、ほんとだ。大変そう、うん、情緒があって、うん、店舗、足し店舗か、うんうん、この辺が冬になったらもう雪で、雪だらけだろ、ガッツガッツする、うん、あ、ここら辺なんかいいことない。あー、本当だ、いい感じ、うん、ありがとうございます。飛騨牛の串焼きゲット。こんなちっちゃいとは思わんかったな。ほんまじゃ。これ鯉じゃないことない？鯉じゃないと思う。なんだろうこれ。柄かな。あっちは鯉だけど、あれ違うんじゃない？違うよね、斑点がある。うん、何の魚だろう、うん、大きいな、これ水がめっちゃ綺麗な、うん、本当だ、じゃあ和田家行こっか、うんうん、ここ長瀬家、うん、長瀬家和田家はどこ、ちょっとあるんじゃない4軒ぐらいあって、向こうの中だったりしてどっちがいいんだろう、白川郷かな、何てあれ神田家、あれ神田家、神田、あ、こっちの神田か、うん、そういうこと、神田、もう和田家行こうや、うん、音楽が出てますちょっとこが出てきそうね、ハルポポだらけ、あの展望台も近そうだけど結構坂あるってやったな、言った、うん、言ったね、で帰りも車で上がれるらしい展望で、うん、出て行ったらいいよって言われたね。降りすぎた。あ、和田家じゃ。ほら。和田家が2階に登れるんだ。あ、そうなんじゃ。でもここいい感じじゃない、うん、ここ。いや、ここに入るべしって。いや、この。あっこに上がれるんやな、じゃけ、そうそうそう、でかい、だって2階建てってすごくない、すごい高いんじゃないわ、だけ、はい、一緒400、一番奥だけど、一度見えたりして、入る、うん、一回ぐらい入らない、まだけ400円や、うん、はい、で、こうやる、中におるんじゃない、うん、土足禁止、大人2人でありがとうございます、はい、ありがとうございます。
こうじゃない一回すごい仏間がめっちゃでかい。ん？仏間がめっちゃでかい。ほら、見て。ほんまじゃ、和田県だよ、多分。すごっ。2階がすごそうじゃん。うん。あれ？あれ？なぜこっち2階じゃないよね。抜けれん？抜けれん。はい。本当に中2階だった、うん、あーすごい樽がいっぱい、うん、あ鉄瓶がある、うん、よいしょおあ、カイコ眉をあのあれするつのぶやつもすごいすごい見て、うん、上もどうしようすごいね、すごい、うん見て見て。ほんとじゃ。ここで何太鼓作ってた。かもしれんな。へえ。ここから屋根裏をご覧いただきます。あ、こっち側。上は上がっちゃいけんみたいよ、うん、立ち入り禁止って書いてある、うん、すごいロープで、うん、ねロープが切れずにあるロープでもやりかえとんじゃない結構新しいけどだって木はいぶされてから真っ黒じゃけどロープ綺麗なもんな、うん、確かにすごい何百年前か知らんけどこんな感じになるのよローブ本当はいぶされてこれは入る価値あるねうんわ急で怖い、うん、なんかな香水関係かななんか消火設備かなあお赤株のお漬物をいろんなところで売ってるいや絶対いらん株なんかお土産にはいいかああ缶だけじゃないまあいいか1個入れば、うん、同じだしお酒がすごいうまいうんしいな、うん、大根が苦い大根が大根が
誰一人おらんかったじゃん。ああ、バスじゃない？シャトルバスが。ああ、そっかそっか。右方向です。無料の駐車場もありますって言ってたよ。およそ400メートル先、目的地は左側です。今日夜祭り、いや、そのね、部屋の見ながら、お、すごい、これと白川郷じゃん。はい、足元気をつけて集落一望できます。ここでお写真撮るとちっちゃい記念写真にして今プレゼント中ですよ。ぜひ準備できるのでこちらでお待ちしていただきます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。